当窓口は大変混み合っております。このままお待ちいただくか、しばらく経ってからおかけ直しですね。ちょっとお尋ねしたいんですけれども、はい、とりあえず番号だけ言おうか。今のね、プランどないなとか調べてほしいんですけれども。そうですね、コース設定は、10ギガのギガ放題コースやったんですね。はい、それちょっと今どないなとか調べていただいてよろしいですか。はい。まあまあ、それもあるんですけれども、その速度が遅くなるっていうのは、ルーター本体のモードボタンを押したからなんですね。それってですね、一回押したら、後戻りできなくて、一ヶ月その、かなり安い7ギガのコースあるでしょ？はい、めちゃめちゃ安い7ギガのコースを1ヶ月通さなあかんっていう、そういう、あれですよね、ルールになっとるんですよね、確か。こちらがですね、通常、モードのランプのところが、緑のランプが通常のモードになり、ギガ放題の対象の。そうですよね。はい、そうですよね。オプションモードになるのですが、また2秒以上の直しをしていただきますと、緑の方に切り替わる状態になります。なりますよね。でも一回それを押してもたら7ギガのコースが1ヶ月続くということですよね。こちらも、一度例えば、何も使っていないハイスピードプラスエリアモード、オレンジのモードにされていない状態で、まず切り替えていただいて、下の方で7ギガを使ってしまうと遅い状態が、回線自体に速度制限かかってしまうのですが、例えば5ギガぐらいで緑の方に戻していただければ、そのまままた通常の緑のモードであればギガ放題2から10ギガの方ですね。だから結局は気づけへんかったらそのまま7ギガのモードでずっと行くっていうことですよね。教えていただいてそのまま切り替えていただけ、切り替えられなければそのままになります。それってどこに書いてるんですか？契約内容は。利用制限とかあるじゃないですか。ご契約の内容のご案内でちょっと見とんですけれども。はい、モード設定の、一番大事なところっていうのを書かれてないんですよね、確か。こちら、お申し込みいただく際の注意事項に書いてあるものとなります。少々お待ちください。はい。お待たせしております。はい。はい。書いているものがございます。どちらで拝見できるんですかね、それは。さようでございますね。今見ていただいているのはどのようなものでございますか？GMO インターネット株式会社のご契約内容のご案内っていう、契約したときに、封筒で送られてきたやつなんですけれども、はい、それを、見てるんですけども、今。そうですね、はい。そちらとサービス提供条件のものですとか、そういったの種類などはございますか？そういうの送られてないでしょ。今、詳細について確認させていただければと存じますので、恐れ入りますが、一度お電話保留させていただいてもよろしいですか？はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい。